どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ウソップの教会弁当です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこちらの動画は、1031話までの内容を一部含みます。また、こうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。現在クライマックスを迎えている鬼ヶ島の戦いでは、同時に麦わらの一味の教会イベントがいくつかありました。例えばゾロは閻魔による覇王色の覇気の可能性、サンジはジェルマの科学鉄の体の発現、ナミはクリマタクトと融合した雷雲ゼウスの入手、ロビンは魚人空手による巨大な悪魔化、チョッパーはシーザーの薬で巨大化時間の延長、そしておそらくルフィは海道戦でギアフィフスかもしくはゴムゴムの実が覚醒するでしょう。となると、ジンベエは合流したばかりで、もともと強いですから、残る麦わらの一味で、教会イベントが発生していないのは、ウソップ、フランキー、ブルックとなります。この中で今回は、ウソップの教会イベントを考えます。すでに鬼ヶ島は終わりを迎えそうなので、ウソップの教会イベントは鬼ヶ島ではなさそうです。ウソップの教会イベントは、おそらく、次の航路、巨人の国、エルバフでしょうか。ウソップと巨人は過去に何度もつながりが示唆されてきました。リトルガーデンではドリーとブロギーに憧れ、エニエスロビーではお妹カーシーを味方にして、ドレスローザではハイルディンに持ち上げられ、ゴッドウソップと称えられていました。ウソップ自身もいつかエルバフに行きたいと言っています。このようにウソップと巨人は関係性が深いので、エルバフにはいつか行くことになるでしょう。ただし、普通に考えればウソップは狙撃手ですから、ドレスローザで見聞色に目覚めていたように、ウソップの教会イベントは見聞色の覇気の教会イベントになりそうです。これは王道ルートでしょう。しかし、あえてロマンを求めてぶっ飛んだ考察をするなら、ウソップの教会イベントの別ルートを考えたいです。それはウソップが悪魔の実を食べるルート。その悪魔の実は巨大化人間。ビッグビッグの実。自由に体を巨人のように巨大化できる悪魔の実。この可能性を考えてみたいです。実はこのぶっ飛んだ可能性は、よく考えていくと意外とありそうな可能性です。まずウソップは、リトルガーデンで巨人のブロギーに憧れた際、ナミから、ふーん、あんた巨人になりたいんだ、と言われており、そのブロギーにウソップは、あんたらのことさ、俺はいつかあんたたちのようになりてえ、と言い、ブロギーからも、巨人にか、と言われていました。さらにウソップは713話のドレスローザで小人族トンタッタに大人間と言われており、713話のタイトルはウソランド、713話の話数の語呂合わせは内密。内密でしょう。さらにウソップはご存知のように嘘が高確率で実現する男ですが、過去にウソップは何度も海王類と戦ったという嘘をついています。この嘘を実現するなら、ウソップが巨大化した方が実現する確率が上がるのではないでしょうか。また、221話では空島に投影された影怪物が登場しましたが、次の222話でウソップはその怪物を倒せたとも言っています。さらに注目したいのはビッグマムとの関係です。ビッグマムは巨人族エルバフと因縁があるキャラクターですが、そのビッグマムは1031話で自分の寿命1年分を使って巨大化しました。このビッグマムとウソップには実はかすかなつながりが存在しています。ウソップは初登場した23話で、俺は実はおやつを食わねば死んでしまう病なんだ、と言っていましたが、これは明らかにビッグマムの発作食い患いでしょう。さらに1024話でウソップはビッグマムの覇気を利用して嘘をついていましたから、ウソップとビッグマムはかすかですが重なりつながりがあるようです。このようにウソップとビッグマム、そしてウソップと巨人のつながり、さらにウソップの過去の嘘を考えると、ウソップ巨大化説の可能性は高まってきます。そしてまだあります。もしも巨大化する悪魔の実がビッグビッグの実なら、悪魔の実の語呂合わせはビッグビッグ。つまり29が成立します。尾田先生はビビの誕生日で2をビと語呂合わせしています。これは麦わらの一味加入の悪魔の実の法則と合致しています。この法則のおさらいをしておくと、麦わらの一味の仲間キャラがすでに持っている悪魔の実の語呂合わせに29を足せば、ゴム56足す人110足すヨミ43足す花87足す29はサニー号325サニー号が成立し、さらに1から9の数字全てが埋まるからです。そして29がビッグなら、29話を見てみると、29話はウソップの章であり、そこでウソップはビッグな嘘をついていました。まだあります。ワノ国編が終わった次は巨大な戦いが始まると尾田先生は公言していますが、この巨大な戦いにおいてウソップの武器に注目したいです。狙撃手であるウソップの武器は現在パチンコ、つまりスリングショットですが、このスリングショットの大型版は何かわかるでしょうか。スリングショットが大型になると、それは中世における城攻めの定番である投石機、カタパルトになるでしょう。つまりウソップが巨大化すれば狙撃手ウソップは人間投石機になれます。これは今後政府トルフィーたちが戦うならかなり強力です。これにも実は伏線がありそうです。ウソップは狙撃の王の前にアラバスタで破壊の王と名乗っていました。ここでウソップは沈めた戦艦は数知れず、人は俺をこう呼ぶよ、破壊の王。巨大化したウソップが人間投石機になれば、確かに戦艦や海王類をいくつも沈められそうです。さらにアラバスタで持っていたハリボテの5トンハンマーも巨大化すれば5トンどころか10トンハンマーも持てそうです。ペローナ戦でウソップは俺はイーストブルー一番の怪力で知られた男と嘘をついていました。また自由に巨大化できるウソップは同時に自由に元のサイズにも戻れるでしょうから、それはまさに嘘、大げさです。これはウソップと戦ったペローナも同じように幽体ですが自由に巨大化したり元のサイズに戻っていました。ウソップは文字通り今後ビッグな男になるのでしょうか。以上です。今回はややぶっ飛んでウソップ巨大化説を考えました。しかし考えてみると意外と可能性がありえそうな考察でもありました。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。